いわゆる勝負にかけてきましたね、はい、今年に入りまして沢村は1月のタイトルマッチ、これが22回目のタイトル防衛戦、これが引き分け防衛、そして7月にこのサネガンと引き上げておりまして5回戦うシーンが非常に多くなっております今年の沢村です。これが沢村のアップです。だいぶあのレベル意識してますね。そうですね、サネガンは、はい、ブレイク早いって言うんでしょ。右の回し蹴りサネガン総パッシン、タイトルマッチにふさわしい好試合になっています。沢村ワット、しかし逆に右を振った、沢村右のストレートを食いました。サネガン右を狙っている、右のアッパーパンチの打ち合いは結局相打ちになりました。サネガンワンツー左ボディーも、沢村マウスピースをバーで吐き出した、肘打ち、沢村の肘打ち、ジュリー肘打ちです。サネガンどうか、勝ちませんね。沢村23回のタイトル防衛になりました。右の肘打ちがざっくりと入りました。強そうな顔をしております。腕のパンチも相当ありそうですね、この選手は。ああ、そうなんですね、あの足よりもパンチの方が強いという。ああ、そうです。打ち倒しました沢村。ご覧のようにグローブをはめている、手だけの打ち合いではありません。足がこういうふうに上がります。これがキックボクシングです。こういうふうにスピードが、連打が効きますとスピードが出て面白くなってきます。第1ラウンド、1ラウンドは3分、休憩は2分。このように足を上げ激しく戦いますので、とても1分の休憩ではスタミナが回復いたしません。ために2分の休憩を取っております。川島の応酬、今度沢村の回し蹴り、なかなか当たりませんね。そうですね、ご覧のように裸足であります。足首のところにサポーターを巻いております。タイの方ではこれをアンクルというそうでありますが、日本の沢村忠に対しまして、タイのモンコントンスイート君、さて、試合前第3ラウンドに勝負をかけますと言っておりました日本の沢村忠。果たして得意の首蹴りが出ますかどうか。まず最初は回し蹴りの応酬です。第2ラウンドあたり互いにスタミナを消耗した感じがありました。選手でありますが勝負どころ第3ラウンドに入っております。野口さん、この沢村とモンコントンの試合を迎えて、このキックボディーね、ああ、クリスト、モンコントン、クリスト、ああ、勝てるかどうか、レイト、勝った、あっと、どうですか、ああ、手が上がりました、ノックアウト勝ち、沢村のノックアウト勝ち。
来ました。沢村落ちてきた。中ちゃんが攻める、中ちゃんに攻める。沢村ピンチ、大ピンチです。ここ何年間か迎えたことのないような大きなピンチを迎えました。沢村前蹴って出ていく、前蹴って出ていく。沢村追っていく。今度は攻守のところを変えました。しかしまたまた攻守のところを変えて、今度は中ちゃんが出ていきますが、沢村はパンチです。そして左蹴り、すごい攻防になりました。迫力ありますね、寺内さん。そうですね。中ちゃん飛び膝、飛び膝を見せました。中ちゃん、今日の中ちゃんは本当に負けないっていうボクシングじゃなくて、倒そうとしてなって飛び勝ってきますね、はい、しかし沢村はどうやら盛り返しました。大丈夫です、ダメージが消えています。逆に沢村が回し蹴りで攻めていく。しかしライトアップは打たれた、ライトアップは打たれた、パッチ打たれた。沢村下がる、中ちゃんが追っていく。しかしクリンチです。ブレーク、回し蹴りは空振りです。沢村の逆に相手の頭を狙う回し蹴りは空振りです。空を切りました。膝蹴りの連打、ドラ辺の攻めは非常にしつこい。中ちゃん第3ラウンドまもなく終わろうとしております。もうこのラウンドのナックアウトはありません。沢村回し蹴り、沢村がボディに回し蹴りを見舞ったところで第3ラウンドが終わりました。しかし沢村があのようにずってんどうと倒れるのも久しぶりに見ました。これだけ苦戦をします沢村に残されておりますのは飛び道具、殿下の宝刀、真空飛び膝蹴り。しかし今日は回し蹴りが非常にスピードがあります。いいですね、いいですよ。沢村の左この回し蹴りが非常にスピードがあります、ワントゥー入った、中ちゃんのワントゥー。沢村もパンチを狙っています。またまた第4ラウンドも激しいパンチの打ち合いですが、沢村が鼻血を出しています。沢村のパンチ当たりませんね。沢村が珍しく鼻血を出しています。耳の中を切ったことがあります沢村ですが、鼻血が非常に珍しい。右のストレート、すごいすごい、右のストレートは強烈でした。沢村放送席の目の前で倒れています。起きないかもしれませんよ、まだ寝てます。沢村が倒れました、痙攣しています。沢村が痙攣しています。紙コップが飛んでいます、リング上。果物も飛んできます、リング上。沢村がもんどり打ってリング上倒れました。右のストレートは強烈でした。頭を押さえての今度は左蹴りに行きました。さあ相手のボディを攻める、真空飛び膝、決まった。真空飛び膝が出ました。沢村久しぶりに出ました。ナムカワンは倒れております。起き上がってこれません、ナックアウト。いやよく決まりましたね。真空飛び膝ですよ。驚きました。